さあそれでは参りましょう。本日の主役小林登場していただきましょう。どうぞ。ドレス、ドレスじゃない？本日の主役小林美穂です。大好きだよ。そっちに就職するの？桜塚やめてね。違いますよ。だって なんでなんか今日来たらこれ来てくださいって言われて。小林が来たかった。いや来たかったわけじゃないんですけど、はい、ちょっと機嫌悪い最後の最後でこれ着てくださいということで、はい、今回小林にメイド服をどうしても着てほしいということでリクエストがメンバーから結構ありまして。そうですか。はい、リクエストしたのは松田。はい、あんまりそのやっぱ今もこの感じで着たくはなさそうじゃないですか。まあね、なんかその喜んで着たいよっていう感じじゃないので、だったら最後に見せてもらってもいいですかっていうので、ちょっとゆうさんのメイド服絶対可愛いなと思ったので、ちょっとぜひっていうことでちょっと今日は着てもらいました。どう、実際見てどう？めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。可愛いゆいさん、ありがとうございます。ごちそうさまです。本人もまああながちまんざらでもないけど、まあね、そうそう、なんかなかなか自分では言えない服。